ハイエースもやってたんですけど、5年も、はい、6年経ってそろそろ大きいハイエースのキャンピングカー仕様とかが欲しいなと思って乗り換えました。あ、なるほど、ありがとうございます。キャンピングカーショーとか何回か行って、大木和さんの車を何回か拝見したときに、ここの店長も面白い人 で、よく雑誌も見てるんですけど、なんか面白そうな店だなっていうのを感じたんですけど、他のキャンピングカーって一線を越えて違う感じで、人と被りにくいかなっていうのは感じで、そう選びました。ありがとうございます。家族で、まあ、見に来たんですけど、うちの父親もこのシート見て気に入って、それのシートがある車で、あと横に寝たいっていう一つあって、それと合致した車がたまたまこれだったので、なんとこの車に乗る。ありがとうございます。それから、まあ、今までも車中泊何度かして、あの道の駅巡りとか、それで道の駅で切符集めたりしたりしてて、まあ、その続きもしたいのと、まあ、あと冬はスキーとかやってたんでスキーも行ったり、まあ、いろいろあちこち回りたいなと思います。あ、ありがとうございます。ではインタビューの方は以上になります。すみません、ご協力ありがとうございました。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちらから、おすすめの動画や再生リストもこちらから再生できます。それでは次の動画でお会いしましょう。